だけ全て見えない、聞こえない、ふりして笑おうか。何にも役に立たないことばかり教えてほしい。いや、きっとあなたと私はいつまでも一緒にいられない。何か食べようか、ここで話をしようか。そんじゃまたね、明日ね。そんな風に今日へども、明日なんて見たこともないのにさ、随分あけらかんとしてるわ。望むのは簡単だ、あなたのいる未来は、ただこの目に映るくらいでいい。私はそれで感服さ。何にも役に立たないことばかり教えてほしい。いや、こうしてひっそりと時が進むまま死ねたら行こうさ。雨が降り落ち跳ねる音を聞く、あなたに寄り添って今。何にも役に立たないことばかり教えてほしい。いや、水のないバスタブに二人つかり目を閉じている。雨が窓をつく、ここで話をしようか。きっと二人は大丈夫さ、子供みたいに笑う。もの鼻先顔をついて笑う、言葉を捨ててまた笑う。望むのは簡単、あなたのいる未来は、ただこの目に映るくらいでいい。私はそれで感服さ。見たこともないのにさ、随分あけらかんとしてるわ。望むのは簡単だ、あなたのいる未来が、ただこの目に映るくらいでいい。私はそれで感服さ。私はそれで感服さ。ありがとうございます。改めましてこんばんは、シュウと申します。ありがとうございます。本日は3曲歌うんですが、全部なんか聴いてたらすごく前向きになれるというか、どことなく、なんだろう、頑張ろうかなと思えるような曲を3つ選んできたので、よかったら皆さん聴いていってください。最後までよろしくお願いします。じゃあ2曲目いきたいと思います。またそんな顔して、唇噛みしめて、弱さを隠してるけど、その瞳の奥薄くなる君が本当の声。
のせい届かないなんて決めつけることで傷つくことか最後の歌になります。最後は私が一番好きな歌を持ってきました。ぜひ皆さんにも聴いてほしいと思って思いを込めて歌いたいと思います。遠ざかるにビロの雲ゴール雨の匂い揺らめく淡い空の向こうあの日見た約束の場所夢だったの虹はもう空から消えた容赦ない太陽をぼけな影をただありのまま映し出す僕ら行こう夢見る頃を過ぎ不確かに震えて今がここにあるけど消えいつかかかる橋をもう一度信じて歩き
き始める。君の描いてた世界はねえ、ここにはなかったんだ。あやふやなあの空の向こう、たどり着きたいよ。あてどない未来にまだ怯えているけれど、僕ら言うよ、夢見る頃を過ぎ、語り合うすべての言葉がよどんで聞こえても消えてしまった虹のその先へ、いつかかかる橋をもう一度信じて、僕らは行く。探してる今日、明日は風の中、滲んでも色褪せてしまっても、そんな変わりゆく景色も受け止めて、ああ僕ら行こう。夢見る頃を過ぎ、不確かに震えてる今がここにあるけど、消えてしまう虹のその先へ、いつかかかる橋をもう一度信じて、歩き続ける。ありがとうございます。まだまだこの後もたくさんの方が歌うので、よかったら最後まで聴いていってください。ありがとうございます。シュウでした。帰り道歩く旅が はい、はじめまして、シュウさん、秋と書いてシュウさん。はい、秋と書いてシュウと申します。その心は、その心は無茶ぶり。めっちゃ秋と書いてシュウと、よ、秋と書いてシュウ。その心は、準備してない。ちょ、なんかで、どうしてシュウになったの、秋って。私が初めて買ったギター、うん、このギターじゃないんですけど、もっと別のギターが。そのギターなんかね、いい音してたね、うん、あ、なんだ、いい音してたね。あ、ありがとうございます、
昨日弦を買いました。え昨日弦を買いました。弦か、うん、キー自体もすごいいいんですけど、はい、その初めて買ったギターをずっと続けるためにめでようと思って名前をつけようと思ったんですよ。でじっと見てたらなんかシューって頭に出てきて、うん、この子はシューにしようと思って、うん、でそれをずっと使ってたんですけど、はい、もうこっちの新しいギターに変えちゃったら、はい、シューがもう自分の手元にあんまり持たなくなっちゃうので、はい、名前をシューにしてずっと心の中に入れとこうみたいな。2代目シューって感じだよ。こっちはもう別の名前でリトって名前。リトまた じっと見てたらリトって名前が出てきた。シュンとかじゃなくてシューですね。シュいやなんでシュー秋っていう感じはもう最初から来ますか。それは違いますね。最初ひらがなでシューだったんですけど秋っていう感じはもう単純に秋が好き。秋が好き、秋生まれ、秋が好き。犬の名前がモミジ。モミジ 秋やんもん。 秋しかないやん。今日も下のなんか秋っぽい、秋っぽいですよね、うん、好きな色なんですよ。なるほど、はい、それで秋ってね。それで秋にしました。名前とか被ってるわけじゃなくてね。あ、被ってるわけじゃない。本名が秋とかじゃなくて全然関係ないですね。秋田とかじゃなくて。秋田ではないですね。あ、そうなんだ。でも秋田犬みたいな色だよね、それね。あ、そうですね、可愛い色。下半身秋田犬みたいな。下半身秋田、はい、そんな感じで、はい。どんな感じで活動されてるんですか、普段は。私はあまりこう外路上とかライブとかはまだ回数がなくて、はい、したことなくて、これが今初めてのライブなので。あ、そうでしたか、はい、よかったですね。とても緊張しました。後半ちょっとね調子良くなってきましたね。はい、はい、ありがとうございます。いつもはキャス、はい、キャスでキャスってやってますね、はい、福岡の出身と。いや、私は長崎の人です。長崎、はい、長崎から来てる。長崎から今は佐賀に引っ越して、はい、一人暮らしをしてそこで活動してます、ね、あ、佐賀なんだ。じゃあ、はい、近いよね。近いです、ね、うん、それじゃあいろんなところで、ね、活動できるように、はいはい、今後とも頑張っていってください。ありがとうございます、はい、そして最後に告知とか何かあれば。告知、そうですね、私あまり何もしてないのでツイッターぐらいしかしてないので、もしよかったら、もし聞きたいな、もっと聞きたいなと思ってくださる方がいたら声をかけてほしいです、はい、すごくツイッター教えます、教えます。せっかくだからね、とか天神館あたりでね路上ライブとかも始めたらいいんじゃないですかね。はい、頑張ります。はい、ということでシューさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。